強い磁力が互いにぶつかり合うことで生まれる自然界のゼロ島には気が豊かに満ち溢れていると言われています。長野県の分杭峠や各地の神社仏閣に存在するゼロ島は、訪れるだけで体の調子が整う、深い瞑想ができる、水や物質を活性化させるという現象が起きることから、パワースポットとして知られるようになりました。そのゼロ磁場を強力なレアアースと貴金属の組み合わせによって発生させるのが、ゼロ磁場発生装置テラファイトシリーズです。装置本体や本体の中心のゼロ磁場を通したものは、物質や流体を活性化させ、私たちのバランス機能を整える働きを持つようになります。水がまろやかに甘く美味しくなる、食品や調味料、財布やアクセサリーなど身につけるものを瞬時に活性化、ゼロ磁場を通したものに触れることで脳波がスローアルファ波優位の状態になり、リラックスできるなど、さまざまな作用があることが明らかになっています。その技術は日米で特許も取得。テラファイトは携帯するパワースポットとして、いつでもどこでも行く先々で触れるものを変化させ、生態に有益なエネルギー場を作ることができます。この動画では、水道管取り付けタイプの第一世代ネオガイアから、リストバンドタイプの第四世代ゼロリストまで、ゼロ磁場発生装置テラファイトシリーズの各世代の特徴についてお伝えしていきます。第一世代、家中の水をパワースポットの水へ、ゼロ磁場活水装置ネオガイア。ネオガイアは本体内部で発生させた強力なゼロ磁場パワーで、家庭で使う水のすべてを生命力あふれる水に生まれ変わらせる、水道管元付けタイプの活水器です。最大の特徴として、水の活性化力の強さが挙げられます。ネオガイアを水道管に取り付けることで、飲み水、お風呂の水、炊事の水、お庭のホースから流れる水など、家中の水を丸ごと活性化し、パワースポットの水に変えることが可能になります。その強い活性化力から、ネオガイアは畜産や農業、工業など多くの産業でも活用されています。なお、ネオガイアは水道管に直結させる商品のため、全ての機種において取り付け工事が必要となります。第2世代、触れるもの全てを活性化、ゼロ磁場発生装置テラファイト卑弥呼。テラファイト卑弥呼は、持ち運びやすさを追求し、軽量化、低価格化したコンパクトタイプのモデルです。開発者の上森三郎さんの、世界のため一人でも多くの方に使ってもらいたいという悲願のもと開発されたテラファイト卑弥呼は、第2世代の中では基本性能を備えたスタンダードタイプという位置づけとなっております。化粧品、アクセサリーなど身につけるものを活性化、ペットボトル飲料やお酒などあらゆる液体を活性化、水道の蛇口に設置、体に当ててマッサージ、浴槽内に入れてリラックスなど、多岐にわたる活用方法があります。一人一台、携帯用のパワースポットとしてお使いいただけます。電報輪のエネルギーで潜在能力の発揮、願望実現のサポートに、テラファイト卑弥呼ゴールド。テラファイト卑弥呼ゴールドは、磁力の高速回転によって生じる台風の渦のような動的なゼロ磁場を生み出す性質を持った第二世代の新たなモデルです。卑弥呼ゴールドのゼロ磁場によって浮かび上がる磁壁線は発泡放射、その形は電報輪と呼ばれ、蛇を払い、魔を退ける、逆境を乗り越えるエネルギーの象徴と言われています。他の第二世代にはない特徴として、本体に指を通してまどろむと天からのメッセージを受け取る、円滑化現象が起きるなどのサポートが得られやすくなるところにあります。
卑弥呼ゴールドは水や物の活性化はもちろん、体に使えば潜在能力の発揮、その他にも願望実現のサポートなど幅広い用途にお役立ていただけます。地球モデルのゼロ磁場パワーで肉体を活性化、テラファイトアース。テラファイトアースは通常のゼロ磁場に加え、地球上の方位磁針の針がきれいにまっすぐ北を指す変革ゼロの磁場構造を表現したモデルです。主に肉体面への作用が特徴的な銅のテラファイトであると言えます。体を癒す働きが強く、関節など動きにくいところや痛みなどを癒す作用があり、持つことで高濃度酸素カプセルに入った時と同じように気の巡りが良くなります。またテラファイトアースには複数の機種をつなぐことでダイナミックにパワーを高める連結機能も存在します。対をなすコスモとの二台持ちもおすすめです。心を癒し意識を宇宙につなぐテラファイトコスモ。テラファイトコスモは銀河系宇宙のエネルギー循環の形であるトーラスを再現したエネルギー構造を持っています。テラファイトアースと対をなすテラファイトコスモは、人の意識と宇宙意識のつながり、心、魂の浄化を目的に、より精神面のサポート力を強化したモデルです。本体中心部のゼロ磁場に指を入れ、目を閉じて心を静めることで意識のクリーニングが進み、直感が冴え、気づきやひらめきが得られやすくなります。テラファイトアース同様、連結機能を備えており、複数の機種をつなぐことでパワーを高めることが可能になります。第三世代、持ち運びやすさを追求した進化版、現実をスピーディーに創造するツール、テラファイトコアゴールド。テラファイトコアゴールドは、従来のテラファイトシリーズのゼロ磁場パワーを手のひらに収まるサイズに仕上げた進化版です。本体の形状は六角形20面、五角形12面で構成され、究極の図形とされるウラーレン構造を採用。高さ 38.4mm、 重さ約 55g の小型サイズは紐を通して身につけておくことも可能です。内部に埋め込まれた4枚の永久磁石により発生するゼロ磁場はトーラスエネルギーを常に発生させます。その磁壁線は万物、万象、宇宙を示し、統合を意味する八方放射を浮かび上がらせます。手に持って振ることで対象の物質にエネルギーを供給、空間を整える作用にも優れ、部屋の四隅やご自身の近くに置くことでゼロの場を整えます。高次元情報や深い意識とのコンタクトをサポート、テラファイトコアシルバー。テラファイトコアシルバーはテラファイトコアゴールドとテラファイトコスモを融合させたモデルです。その最大の特徴は、内なる声を聞くことにあります。精神面の浄化力が強く、テラファイトコアゴールドの性質が活動的でアウトプット型であるのに対し、テラファイトコアシルバーは静的で気づきやひらめきへと導くインプット型の特性を持ちます。意識の深い領域に作用する特性があるため、瞑想や深いリラックス、お休みになる際に手にすると心が静まります。深い意識とコンタクトしやすくなって、メッセージを受け取れることもあるかもしれません。第4世代、身につけられるパワースポット。リストバンド型ゼロ磁場発生装置、ゼロリストゴールド。ゼロリストゴールドは、身につける人をゼロ磁場エネルギーで満たす目的で開発された腕時計のようなモデルです。身につけることで体の巡りを促し、疲れを軽減、自分の能力が発揮されやすい状態を維持するなど、心身両面から私たちをサポートしてくれます。邪を払い、魔を退け、逆境を乗り越えるエネルギーの象徴とも言われるテンポーリン型。
磁気が渦巻き状の回転を起こす動的ゼロ磁場を発生。周りの人を巻き込んで大きく一つの調和した動きをもたらす世界観へとつなぎ、周囲で混乱が起きていてもまるで台風の目の中にいるように自分の軸を保てるよう促します。意識をクリアにして現実創造をサポート、ゼロリストシルバー。ゼロリストシルバーは主に人間の鎮静、リラックスを流し、意識のゴミや不要な感情を吸収してくれる働きを担います。私たちが持って生まれた能力や特性は多くの場合、余計な気遣いや遠慮、不安などの考えや感情に妨げられストレートに発揮されません。ゼロリストシルバーはこれらの雑念をブラックホールのように吸収し続けることで、私たちの本来の能力が発揮され、この地球で担った役割をスムーズに全うすることが可能になります。また体に溜まった余分な電子も吸収し、オンオフの切り替えが苦手な方に余計な力が抜けるように促し、良質な睡眠をもたらします。第一世代から第四世代まで、ネオガイア、テラファイト、ゼロリスト、各機種についてご紹介いたしました。ご自身に合った機種を見つけてみてはいかがでしょうか。延べ5000名以上が受講されたテラファイト無料オンライン講座も公開中です。ぜひご登録くださいね。元気の力を暮らしに生かす、トータルヘルスデザイン。